ミケーレバルトリミケーレバルトリは、イタリアのトスカーナ州ピサ出身の自転車プロロードレース選手。1992年プロデビュー。2004年引退。クラシックレースを得意とし、モレノアルゼンティンの後継者と呼ばれ、プロ通算57勝を挙げた。1997から1998年には2年連続 UCI ワールドカップチャンピオンに輝いたホカジロで、 イタリアでも2勝をしている。1992年にプロ入りし、1994年のジロでイタリアでステージ優勝。1996年にはロンドファン・フラーンデレンで優勝し、世界選手権でも3位に入った。1997年にはリエージュ・バストーニュ・リエージュで優勝。UCI ワールドカップチャンピオンの座につき、トッププロとしての地位を固める。 翌1998年は、リエージュ・バストーニュ・リエージュを連覇し、中立選手権でも優勝。世界選手権でも2回目の3位となり、2年連続で UCI ワールドカップチャンピオンとなった。さらに1999年のティレーのアドリアティポでも総合優勝。2000年もイタリア選手権で優勝を果たすなどの活躍を見せていたが、2000年の世界選手権でゴール。 前にシフトダウン操作をしているのを写真に撮られ、投資にかける姿勢がバッシングを受けた。しかし、ファッサボルトロに移籍後の2002年には、アムステルゴールドレースとジロディ・ロンバルディアで優勝するなど実力を見せつけ、2003年にはジロディ・ロンバルディア連覇を果たす。だが、2004年は、オリンピックイタリア代表に選ばれるも、不調のため自体、ツールド・フランスも足の故障でリタイア。 結局この年をもって現役を引退することとなった。バルトリとパオロ・ベッティーニの確執は有名な話である。ベッティーニはプロデビュー以降、バルトリの忠実なアシストとして活躍し、バルトリがチームを移籍すれば自分も同じチームに移籍、バルトリから全幅の信頼を寄せられていた。しかし、ベッティーニは2000年にバルトリの代わりに出場したリエージュ・バス投入リエージュで優勝。 ツールドフランスでも勝利を収めるなど頭角を表し始め、この頃から両者の間には溝ができ始める。そして2001年の世界選手権で両者の亀裂は決定的なものになる。このレースでバルトリはベッティーニにアシストを拒否され11位に沈んだのに対してベッティーニは2位。レース後に激怒したバルトリがベッティーニを怒鳴りつける事態になった。その後も両者の関係は修復されず、 2003年の世界選手権ではベッティーニ中心のチーム作りの方針からメンバーから外されるという屈辱をバルトリは味わった。二人の関係の変化にはいかなるエースもやがてはその座を譲らざるを得ないという世代交代の宿命が垣間見え、プロの世界の非常さをうかがい知ることができる。ありがとうございます。